今回俺と巨人の激闘の143日物語実況30回目は2年目シーズン初対決阪神3連戦をプレイしていきましょう。昨年はこの阪神タイガースものすごい負け越しですね。全然いい戦いができなかったんですけど、まあ、2年目はですね勝たしてもらいますよ。まあ阪神戦力的にそんな揃ってないのでですね、まあ、去年もリーグ5位ですから、まあ非常に弱いチームなので、弱いチームから勝ち星を稼げないとリーグ優勝は無理ですからね。前回の広島戦では3連敗フルボッコンされちゃいましたからね、その分のマイナスを今日プラスに変えましょう。そして一つ今事件が起こってるんだよね。このドラフトルーキー1位の山木がこの成績っていうね、21打席連続ノーヒットっていうのもね前回まで続いてて、まあ1本出たのでねその記録は止まりましたけども、能力を考えたらありえないよね。ほんと開幕戦での活躍輝きすごかったけども、ちょっと苦戦してる感じなんでね、このままいけば早々とスランプになり本来の能力発揮できず、もっともっとひどい成績になる可能性もありますので、今回の戦いはこの山木に注目して3連戦プレイしていきます。この3連戦は阪神甲子園球場で行われる戦いになるわけだ。1戦目から山木は絶不調となかなかね状態も悪いですけども、まあそんなんね言い訳とかにもなりませんから、しっかりこの調子でも打てるようにね。1戦目チームがチャンスあるの山木に注目して、ベストオーダーこんな感じ。内海今季初先発ですから、岩田と宇都宮互いにねベテラン投手が投げる1試合ですか。いやしっかりとしたね、試合を作ってほしいですよ。まあいい先発は結構揃ってますからねこのチームね。結果残せないやつはすぐ2軍に落とそうと思いますので、そこにベテラン新人関係ないからね、宇都宮もそうですよ。なんなら今日の結果ですぐ2軍に行ってもらう可能性もありますから、昨年のようなピッチングを期待したいね。さあ行こう山木1打席目。今はもう長打どうのこうのよりもまず1本1本打って率を上げていく、まあ、出塁もしていくってことだね。足も速いですからね、今リードオフマン起用ですから、まあ1番が塁に出られないとチームは弱いし、そりゃ勝てんからね。まあこの1番のね山木の不調もあってか、前回のね広島戦は一度も勝つことなく終えてしまったので、まあ、今回はそうならないように行きたいんだが、正面か、凡退やね。さあチャンスね割ってきたかな。ノーアウトランナー2塁、いいっすね。でこれは抜けないのか、いい守備だな。ほんで新井さんもねファーストで出てますし、広島から阪神へ、阪神から広島へ、そしてまた広島から阪神へといった感じで、このねペナント2年目シーズンいますから、阪神タイガーススタメンで出てますからね。能力的にまだまだできる選手なんですけど、それを自由契約にする広島何考えとんのや。怖いけどね新井さんが広島にいたらね。まあ最低限という形で、マブチに打点がつきましたね。これプロ初打点になるかな。1点取れたのはいいですよ。おで山木2打席目は得点圏だ、いいね。ここでこそちゃんと打ちましょう。今1がすんごい並んでるけどね、11111だこんな1並んでも野球じゃ褒められねえんだよな。他のスポーツだと1だといいけどね、野球じゃダメなの、3にしないとね。どうだ、おいスイートになったね。うまく打ったわ今の。よっしゃいいぞ、ランナー1塁3塁投げました。引っ張って抜けていく、まだまだ打ちます。で次のバッターは坂本だからね、今季はまだ得点圏でヒットがないのか、まあ、ここではしっかりと打ちましょう。去年はやっぱね物足りない成績でしたからね、今年こそはと期待するんですが、これ見たことある光景じゃない。ゲット、この流れのゲット、何か始まらなければいいけどね、ずっとこっちにとっていい流れでいってちょうだい、お願いします。まあ、今のところ内海高騰してくれてるんでね、大丈夫だとは思いますが、あわーお、馬淵さん、それはねえだろう、クソみたいな問題やね、ほんとこの選手使って全く見てねえわ。さあ宇佐美はまだシーズン打率0割なんだね、ちょっとひどくないかい。連続凡退続いてるね。おーってこの打球は今季初安打がホームラン、レッツゴー、素晴らしいね。これからスタメンキャッチャーで使っていくというか、もう使ってんだから当然こういう結果を残してくれないとね。いやー小林にできないことができるのがこの宇佐美の強みなんでね、やっぱ打力ですよ。守備もそこそこあるしね、素晴らしいね。ちょっと開幕からノーヒット、おそらく10打席以上続いてたと思うんですけども、まあそれが今日止まりましたね。完璧なホームランだ。点差も空いてるしね、もう今日のゲームはほぼ勝ちとは言えないね。前回こんな感じで点取っても負けた試合がありましたから、なぜかクローザーが打たれたからだよね。そういうゲームがあったので注意ですよ。落ちるかな、おえー、そう落ちた。山木の走力ならランニングホームランも夢じゃないんじゃないかこれ。
いけいけ、ここどうだ、さすがに無理か。スリーベースヒットね、プロ初スリーベースですわ。うわー今のね、よかったな。はい、でこれも1点入ったかな。山木どうだ、足は速いがさすがにこの打球でホームは無理だな。もったいないね、せっかくのスリーベース得点に絡めなかったよ。ちょっと待てよ、また2点差、おいおいおい、怖いぞ怖いぞ。さあ今日阿部は3安打、いいね、4番としてハッスルハッスルしてくれてますわ。それはいいんだけどね、ちょっとピッチャーがね失点したことによって点差もまた2点差になりましたので、おいっす、今日4安打、すごい打球だ、取れるねこれはね。また点差開けれそうだ。さあ長野は逆に今日ノーヒットかつゲッツー打ってますね、最悪や。どしたんや、開幕から調子良かったのが長野なんだけど。デッドボール、あんで待て、ここは代打宮国のとこです、宮国のとこですから代打ね当然送ります。バッター米谷行きましょう、ね、パワーある選手なんで外野フライでね5点目取れたらいいかな。どんな形でもいい、点が入れば、ね、点を取らなきゃダメなんだから。いやーもう取らなきゃダメ言うとんのに、俺の取った新人選手、うん、俺が取ったからこういう凡退しちゃうのかな、俺に問題があるのかな、つまりはね。ひどいゲッツーだな今のは。うわうわ、また危ない、もう勘弁してくれよ、また広島戦再現するとこだったぜ今のね。結果勝利も9回に1点取られてよ、お前危なかったぞ、1点差なってんじゃねえかよ。誰も最後沢村でしょ、またもうしっかりしろよお前、お前が2年だからよ、何してくれてんねん。勝ったけどもやもやか半端ないわ、また軽く失点してるからね。被安打も3本浴びてるよ、3本浴びて1点っていうのが奇跡ですね、危なかったよこれね。なんとかギリギリ勝てたけどね、内海さん好投ですよ、してくれました、素晴らしいと言ってもいいんですけども、またもや沢村がですねああいうことになっちゃいましたから。まあでも結果勝利ですからね、もう今日はほんとたくさんのヒット出た1日で、ほんで山木で2安打プロ初スリーベースっていうのも打てたので、まあ、1戦目勝って連敗止めれたのはいいんですが、2戦目3戦目も勝つこと、それが大切やからね。さあ2戦目のベストオーダーはこんな感じ、先発は中川でいきたいと思いますので、この男ようやくね、今季勝利を挙げて、それがプロ初勝利でしたから、去年はね一生も勝たせてやれなかったんで、今年はいっぱい勝たすため、まあここでも好投していきましょう。次はピンチ&山木の打席に注目してやっていきたいと思いますのでね、しっかりとまた打って投げて、あーこい山木1打席目だ、前のような活躍してくれよ。やっぱねリードオフマンが出たことによって打線のつながりもすごかったからね、まあ他のバッターも打ってくれてたし、やっぱリードオフマンがまず塁に出ると強いんだ、いきなりヒット、さあこれが得点に絡めばいいんですけどね、どうだ、はい絡みましたね、やっぱ出ると強いな。ただこっちもちょっとピンチを作るっていうね、互いにリードオフマンが出た感じか。まあこっちはしっかりと1点取ったんだからね、守る方で相手にまた同じようにやらないようにね。やっちゃダメなのに、いきなり軽く打たれてセンター前、はい同点、はいやすぐやる、ほんとびっくりやろうね。うわー、で、まだまだ捕まってますよ、これ。抑えんかい。勝てない理由は、ここ、こういうとこにあるんじゃないか。さあ、岡本よく取ったが、ファーストはセーフね。投げるまでが遅いし、投げた送球もふんわりやし、取ったのはすごいと思うけどもね。あの肩ではさせないでしょ、糸井ということを考えればね。一回、まだまだ終わらんぞ。いつ終わんの？うわーで、吉川も取れない。うーわー、もう一気にボコボコだな、これね。一回からバッティングセンター状態じゃないですか。2で、抜けない。危ない、阿部の好守備だよ、お前。好守備なければ、お前、このイニング本当終わらないぞ。とにかく、あと一つアウト取って一回終わらせましょうよ。初回からもう試合が終わりに向かっていってるわ。負けという形でね。確実にこの後ピンチたくさん来るでしょうね。どうだ、あーで、OK、ボコボコやな、1回からね、こういうピッチングしてほしくて、今日任したわけじゃないんだけどね、さあ、山木、また回ってきたよ、まあ、やっぱ能力が高いですからね、非常に打ちやすいですよ、なんでここまで打てなかったのか、苦しんでいたのか、ちょっと謎なレベルですけどね、まあ、打てなかったの、絶不調っていうのもやっぱあったからね、調子の悪さも関係してて、なかなかヒット出ず苦しんでたって感じで、ここも相手の好守備に阻まれ、まあでもヒット性の打球は出てますからね。詰まってるとはいえまた捕まるんかい。いやさっき言ったでしょね、あの先発はいっぱいいますから、1試合でもクソみたいなピッチングしたやつはそのまま2軍行きもあるからね、このチーム揃ってるんだから。
さあ山木が追いついてアウト。イエス。もうちょっとピンチ招くな。さあ山木3打席目、ちょっと一発狙ってみようかな。どうだ。あーピッチャー弾かないんかい。抜けてたら内野安打もあったかもしれないけど、あれ取るか。補給能力高めだな。また打たれてるしさ。ここで新井さん、もうとりあえず今日の中川はここまでですね。新井さんを抑えないと。おーし、いいぞいいぞいいぞ。まあ広島を戦力外になったのは、ね、理由はあるからね。成績が良くなかったから。それだよ。 OK、エースアウト。よし、とりあえずまあ結果2失点でいけたってだけの試合ですね、うん、ピンチの量は多かったですから、もうここは中継ぎに任せてといきたいですが、中継ぎもちょっと体力的にはねそんな万全な状態でもないか。まあ篠原でいきましょう。ここはね調子もいいですし抑えてくれるでしょう、うん、しっかりと抑えてくれたね。さあ得点も早く取ってくれ。取らなきゃ勝てねえんだ野球って。さあ山木ランナーなし、一発で同点だ。ちなみにこの一発は名古屋ドームの開幕戦で逆方向にぶち込んだものですからね。パワーはあるんだよ。まあ、甲子園球場も非常に広いですけどもね、こんなん関係ないよ。山木からしたら運びますよ軽くね。のーん、よく曲がるスライダーだな。切れ味抜群じゃねえか。なあ無理、その配球は無理だわ。ずるいわ。さあ8回終わって残るは9回、1点差。追いつけるか。追いつかなきゃ負けるんだよ。負けたくねえのに負けちゃった。もう今日は得点が入らなかったね。さっきはつながったんだけど、まあさっきは岩田ということもあったからね、今日の先発秋山ということもあり、なかなか打ち崩すことができずに最初に取った1点のみで終わりましたね。で今日も山木にねヒット1本は出たんですが、その後つながることはありませんでしたね。ほんで山木以外の選手が全然打ててないので、ヒットも4本ですからね、そら勝てないわ。さあ勝ち越しをかけた、戦いということになります。阪神3戦目。山木はここに来てまた絶好調。お前どうした、春先苦手かお前ね。花粉症に悩まされてんのかな。ずっと顔紫色じゃないか。何なんだろうね。なんか絶不調の状態が常に続いてるような気がしますが、もう最後もチャンスピンチ&山木にて注目していきたいと思いますのでね。あの調子だとそらヒットは出んよ、打てんよ。何なんだろうね。マイナス能力でもついてんのかっていうぐらい絶不調続いてるよ。春男罰みたいなね、ありそうだな。お願いしますよ。春一番頑張らないとダメな時期だからね。ここで負けたらもうね、後の試合なんてやる必要ないんだから。まずスタートダッシュをよく切らないとね、リーグ優勝なんてできませんから。しっかりしてくれ。お前には期待しているんだよ。そういう凡退いらない。捨ててしまえ。早いな、こういうのいらねえんだけど。さあ、田口も捕まるか。ちょっとね、中川に続いて田口二軍行きもあるかもしれないね。初登板でいいピッチングがしてくれなかったので、防御率6点台ですね。関係ないよ、このクラスでも平気で二軍に送りますからね。できないやつはいらないんですよ。今役に立つものを使っていかないとね。リーグ優勝の近道はそれですよ。能力的にとかそういうのはどうでもいいんで、抑えてくれるやつを優先的に使っていくようなね。さあ結果三振で、まあ1回ゼロですね。でもちょっと危ないですね、見てる感じ。あ、先に点取ったのこっちだ。いいっすよ。おおい、ちょっと待って、どうした。ここまで2試合ヒットは打ってきたんだけどね、ちょっと今日の試合調子悪いこともあって全然ダメだな。完全にタイミングミスってるよね。入りそうにないっす。さあ4回またまたピンチも2アウト。まあでも2アウトだからといって油断していいわけじゃないからね。ノン、大丈夫、ライトライトライト、イエース、あぶねえす。さあ4回まで 1-0 だ。なんとかねこらえてきてますけど、ここはうまくチェンジアップ合わせたんだが、どうだ、落ちないか。中谷が追いつく。1点のみできてるからね、この展開怖いよ。平気で中継ぎが失点するんだからね、このチームはね。さあ田口あと一つというとこ、7回ね。まあ左苦手な鳥谷ということを考えれば、ここはもう少ないスタミナですけども、田口で勝負して抑えて勝つ理想やね。よし、いいぞいいぞ。最後も外に逃げるスライダーでいいんじゃないですか。当ててくるか。いや、もう最後まで逃がしとけ。ほい、反応しない。じゃあスクリューでインロー。
よし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 、阿部、そして投げてアウト、イエーイ。ただまだ野球は終わってません。野球はいつも8回から9回から言われとるからね、よくね。怖いよ。ピッチャーもね、もうさすがにここはチェンジですね。さあ山木、まあおそらくこの試合展開でいけば最後の打席となるでしょうね。何もできてないけど、何かしないと。こんな成績じゃダメだっつってんだろ。チャンスを広げろ。今日何気にチャンス一度もプレイしてないもんね。山木の打席しかやってないよ。チャンス得点圏にランナーいずに1点取ってますからね。あーで最後まで打てない。もう田口今ランナーとして出塁してましたけど、8回のマウンドはさすがに行かせるのはもうこれやめた方がいいですね。調子のいい宮國でいいでしょう、うん、絶好調ですし抑えるでしょ。いやこのねランナーエラー絡んでますね。誰かにエラーが出たね。さあ2アウトランナー2塁、エラー絡みでの失点で同点はあかんぞお前。あちょっともうカウント悪いなこれ。いやもうええわ、一塁埋めるわ。やっぱ糸井は怖い、打ってるしね、うん、次のバッターと勝負ということで。さあターニングポイントだね。ここを乗り越えないと勝利はない。さあ中谷は今日3-0だ。強気でいこうぜ。何もビビることはないだろって。勝利はもうすぐそこにあるんだからね、うん、最後はシンプル落として振らねえんだよな。おかしいな。もう1球センター前に落ちることはあるんだね。山木の前に落ちてホーム行かれても、また守りきれない。もこの展開かい。本当に負け。こうなったらいつも負け。この時の勝率0割だから勝てない。8回に中継ぎ打たれた時いつも負けてるわ。もうなんだよこれ。なんでこのチームは本当に戦力補強しても同じような負け方してんだよ。いや同じような奴らが1年目から打たれてるからね。宮國、沢村、田原、あの辺がね。あの辺いなくならないことには俺たちの勝利なんてねえんだよ本当。でもあれいなくなったらもっと勝利なくなるからね。ひどいなぁ。あー今日初めてのチャンス来た。もうここでしっかり取りましょう。2点目もういい。最低限。しゃで次のバッターは阿部かな。はい、でここで左キラーが高橋出てきたね。行きましょうよ。バットに当てるだけじゃちょっと前進守備ですからね。飛ばさないと。うわー2球で追い込まれた。ひどいぞ。はい三振。どこ振っとる。バットに当てろよ頼むから。ほんでピッチャーまた変えてきたね。もうほんでここで山本かい。長野どこ行ったんだよ。5番起用の途中で変えやがったな、バカ野郎。変える必要なんてねえんだよこんな接戦のゲームでよ。打ってその山本で打てたから何の問題もないで、ね、よーいっす。2点目ゲット。まだ勝利じゃないよね。わかんないから全然。最終回またちょっと沢村が失点しそうで怖いんだけどな。だからもっと取らないとね。さっきも1点失点してたし、この流れ見たことある流れだからさ、こういう流れから裏切られたことなんて何度もあるよ。沢村が一番的な部分あるからね。さあもう点は入らなかったのでこの1点で勝てればいいかどうだ。はい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 、おなじみのやつ。はい素晴らしいね。最後出てきた沢村かな、別のやつが打たれたような気がするけど、糸原に劇的サヨナラツーランを浴びたようですね。あ沢村くんが打たれてるんですね。はいはいはい、ありがとうございます。毎度お決まりの沢村くんでございます。ありがとう沢村ね。本当ね、9回必死に取った得点がバカらしく見えてきたわ。またもややらかしましたとさ、この男がね。出てきたら撃たれてチームを敗北に導く死神。二軍行けこの野郎。もう二度と顔見ねえ。首だお前みたいなやつは。新クローザーは姉妹を使おうと思います。この選手抑えもできるますので。ほんで、ここまでもね、割かし登板はあったんですけど、抑えてくれてますから。まあ、赤徳も持っててね、あれなんですけども、まあ少なくとも、こいつがやるよりかはマシだと思うんで、二度と顔も見たくないし、もう大嫌いなんでどっか行ってください。もう二度と使うことない。もうこいつに関してはもうガチですね。二度と使いません。マジな話。
2軍に固定しとけ。ほんで今季のオフに首を切る、それだけの話だよ。譲り原、これ僕が取った選手ですね。ドラフト2選手なんですけども、この選手先発なんですけども、中継ぎも一応できますので、まあ中継ぎで乱調持ちの選手あまり使いたくないですけどね。まあここで出番といきましょうよ。今後は中継ぎ起用で、この結果出せばね、あの先発でという起用法もありますから。いやもうね、ほんとクローザーの大切さというものを痛感した1ゲームということになりましたね。クローザーがクソやと野球できへんから、覚えておきましょう皆さんもね。はい、クローザーのせいで、一気にドベに転落ということになりましたね。また1年目と同じ道筋を辿ってるような気がするんですけども、まああのクローザーもう排除したのだ、二度と顔も見たくないし使いませんので、もうこの辺は大丈夫ですね。新たな守護神が抑えてくれることを信じて今後やっていきましょうよ。次回はヤクルト3連戦、これまた今季初対決プレーということになりますのでね、まあここではしっかりと勝ち越せるように、今2カード負け越し続いてますからね。同じ道筋を辿ってはなりませんのでね、2年目は優勝するって決めたんだから行きましょう。てなわけで今回の動画はこれにて終わりになります。次回の動画もお楽しみにね。グググググバイ、またウォー。